こんばんは、ソムリエ福士です。11時55分、先週よりも10分早く終了しました。やっぱね、あのお休みの前の日って言ったら泡ですよね。今日ご紹介したいのはこれ激安の泡なんですよ。で、ノモリエがですね、ぜひ飲んでほしいということで今日は試しに飲んでみたいなと。で、フランソワシュバリエスプマンテ、前回もちょっとね、今までご案内してますけど、イタリアのスパークリングワインはスプマンテと呼びますね。で、味わいが書いてあるんですけど、エキストラドライ、まあ、辛口ですっていう意味ですね。で、あのスパークリングワインには珍しいんですけど、2018年っていうヴィンテージが入ってます。まあそれだけスパークリングワインってね、いろんなあのヴィンテージをブレンドすることが多いんですけども、これは18にこだわって作ってると。で、あとはですね、ジルベール&ガイアール氏っていうのがあるんです。そこで、18年度で金賞受賞になってます。アルコール度数が 11%、 お値段激安なんで、うちもやっぱりコンビニなんでね、もう気軽に、あの前回ご案内したロベレとかね、1000円未満で買えるスパークリングっていうのはすごいいっぱいあるんですけど、イタリアのね、スプマンテでこんな価格で入ったのって多分ここ2、3年はないかなと。あのフリツァンテとかね、ビタンさんにいてないかなって感じなんで、すごい期待してたんですけど、やっぱあのいわゆるフランスのバンムスっていうので、あの安いのは結構多々扱ってて、飲むたびにね、ちょっとああこういう味わいねみたいな、あのユニブランとかね、あのフランスでいっぱい作られてる、シノブドウで作られてることが多いんですけども、ちなみにこれブランドブランとはですね、あの、まあ、ブランってフランス語で白って言うんですけど、あの全部白ブドウだけで作られてる。細かいなこれ。この瓶形は結構ね、安っぽくないでしょ。これがちょっとね、イタリアっぽくていいかなっていう感じ。あ、多分ね、泡はね、結構強い感じですね、今開けた感じだと。泡はね、結構、まあシャンパン方式じゃないんですけど、まあシャルマ方式、これも説明しますけど、優しい味わいの感じが伝わって、この音感、ね、クレマンの時とはちょっと違う音感ですけどね。色もね、全然透明がかってなくて、結構スーパーで売ってるね、500、600円のスパークリングなのかね、真っ白のバランスよ。これ本当にブドウなのみたいな。これはしっかりしたブドウの色がついてるし、泡もねしっかり立ってますんで、これねいいっすよ。確かに価格の味わいの泡感だったりとか、泡もすぐ終わるんですけど、ブドウの味はねいいっすね。あのイタリアっぽい、まあ、辛口なんですけど、色合い通りでちょっとすごい果実が詰まった味わい、ちょっと熟したね、カリンとかリンゴの蜜のようなニュアンスがあって、これはやっぱフランスでは出せないような味わいですね。ほんのり果実みたいな甘みも感じますし、これ結構ね、プロセッコとかね、女性の人にはすごいいいかと思います。あ、まさにカリン、これはね、うん、それこそあのブドウ感はすごい良くて、泡感とかはいいんですけど、フランスの安いのにはね出せない味わいが出てて、多分女性受けはすごいいいかと思います。僕は個人的にすごい好きな味わいですね。余韻はちょっとね、クレモンとかと比べると短いんで、まあそこら辺は価格相応なのかなと思うんですけど、果実味の凝縮感とかね、まあ、すごいいいです。これはね、多分あの見ていただいてる、いつもスパークリングいっぱい買っていただいてる王様の奥さん、絶対気に入る味だと思うんで、ぜひこれ1本買って、ご予約もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ほんのりトースト感があって、やっぱカリンですね。乾杯。